state, next year president, secretary of state, and then, you know, so that's really the highest that anybody. We were at Pearl Harbor. Remember Pearl Harbor? So the slogan, kind of, is Pantan. そうですね、まあ、日系強制収容所のことについてお話ししたんですけれども、私の家族が、それは私の、父方も母方も両方とも日本人で、アメリカ最初はハワイですけれども、ハワイに、まあ、移民として渡って、で私たち日系人12万人もの、アメリカの西部海岸ですね、ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州にいた日系人はですね、強制的に収容されたわけです。そのことについてお話しして、そして、私自身が、まあ、その後日本に住み、そしてまたアメリカの高校大学とアメリカに帰った時のお話、それから、まあ、ユダヤ人とか、それからネイティブアメリカン、アメリカンインディアンと言われる人たちですね、共通点とか、そういうことについてお話しました。強制収容の話は知ってたんですけど、詳しくは知らなかったので、なんか今回の話を聞いて深いところに入ったお話っていうのはなんか知れたなっていう感じはあります。日本人っていう立場と、アメリカ人っていう立場で、そのふるさとはどちらって思いになりますか？あなたにとって日本人って何ですか？アメリカ人って何ですか？英語を学ぶにあたって一番いい方法だと思います。なんかね、外国と生まれてちょっと違ってるとこがあるように気がするんです。In a way, I think he was more, you got the principle. そして何よりも、こういった歴史の事実っていうのは過去に、まあ、起こったことなんだけれども、まあ、歴史は繰り返されるというか、例えば2001年の 9/11 という日本では同時多発テロですね。でそれはですね、もうその時起きた時、私がアメリカにいたんですけれども、もう同じようにですね、あの民族の人たちを集めて強制収容所に入れようっていう声が起こったんですよね。でアメリカって強制収容に対して、まあそれは悪いことだった、憲法違反だったと言ってちゃんと、まあ、保証をしてくれた、お金の経済的にも、そして大統領からの手紙にもかかわらず、また同じようなことが起こると、また同じことをやりかねないという国です。ですから、まあ、そういったことでバランスとかチェックとかですね、そういうことが必要だと思います。でそれはやはり若い人が過去に何を起こったかで、今現代を生きる私たちは何をすべきか、どういうふうに向かって生活すべきなのかということを、まあ、やっぱり知ってほしいと思います。そういった意味で私は今日のお話をしました。